皆さんこんにちは。バイブル開智も6週目に入りました。アナさんの方から少し質問があるということなので、それに答えていきたいと思います。 Yes! Hi, Hiromichi. はい。Good to see you. はい。Tuesday is 日曜日。はい、そうです。 Hiromichi is with us all day. はい。 And he's teaching a million classes in one day. And he's also filming today with us. So we're really happy. Hiromichi, it's the sixth week of Bible College, right? How are your classes going, right? What are the students learning in your classes? まあそうですね。本当に、まあまあってあれですけど、まあ、はい。まあいい感じに進んでるっていうのと、本当に日本人生徒が1学期目っていうことで、なんかすごい、葛藤している部分もあったり、また初めて学ぶことがたくさんなので、少し、戸惑いも感じている時期なんですけど、少しずつ慣れてきていると思います。自分のクラスでは、2クラス、マルコの福音書とダニエル書を教えているんですけど、マルコの福音書ではイエス様がどのように仕えていたのかっていうことを、仕えるイエス様の姿を学んでいます。またダニエル書ではこのすごい混乱の中でも、神様が主権を持っておられるっていうのを学んでいます。So how do you see differences or even similarities between now and when you were a first semester student? そうですね。パソコンが初めてだったので、すごいってなりながらやってるところですかね。でも、はい、2人ともパソコン打つの早いし、なんか、はい、自分もちょっと苦手だったところもあったし、あんま似てないですかね。でも、なんか1学期目ですごい、なんかどうやってやればいいのっていう、この新しいことを学んでるっていうのがすごい似てると思います。And as a teacher, like, what is your aim in really teaching them a gospel and a prophetic book? Like, that's like,really like two separate things, right? Old Testament, Daniel, New Testament, Mark. What is your vision? What is your aim in teaching both of these in one semester to the students? はい、本当に全然違います。マルコの福音書もダニエル書も全然違う。だけど、本当に似てるところがあって、どちらにもイエス様が出てくるっていうところですね。どちらにも、ダニエル書出てくるのって思ったそこのあなたですね。ぜひダニエル書を学んでほしいですね。本当に神様が全て計画を持っておられるっていうこと、主権、この神様が全てをコントロールしている、支配しておられるっていうところを、見ていけます。その中において人の姿をとってイエス様が来られたっていうことですね。イエス様がしもべとして仕えていた、人々に仕えていたっていうところが本当に焦点を置き、そして彼らに学んでほしいっていうことが、本当に神様に信頼し、そしてイエス様が使えたように使えることを学んでほしいと思っています。Yeah, okay. And lastly, what's your vision for Japanese Bible College students that come to CCBC Japan? はい、難しい質問ですね。とか言って、はい。本当にバイブル開智に来る日本人生徒にすごい励ましたいのが、この ここにおいてすっごい訓練されるっていうことです。すっごいトレーニングされますっていうのは、もちろん聖書を学ぶっていうのは、すごくいいことなんです。だけど特にですね、なんか、特に学ぶっていうのがミニストリーにおいてどのように使えるのかっていうこと、そしてこのどうやって柔軟、どうやってフレクシブルになるのかっていうのを学ぶと思います。でまたこの訓練期間において、すごい大きな成長を神様が与えてくれるっていうのを見ることができます。なんか自分のビジョンとして、なんかちょっとどこだったか忘れたんですけど、パウロが、種をまいて、アポロが水を注いだ、しかし成長を与えたのは神様っていうのをすごい自分のビジョンとしてあって、本当にクリスチャンが来ると思います、バイブル開智に。だけど本当に種がまかれてクリスチャンになって、ここで水を注がれると思います。
しかし成長を与えるのは神様であるっていうことですね。自分の、まあ、ビジョンっていうのは本当にここに来る、生徒たちに、すごい、弟子訓練、この生徒たちに自分が仕えていけたらなって思っています。自分が仕えて、そして何か一つでもいいからなんか学べることがあったらいいなと思っています。 Thank you so much. Okay, so thanks guys for watching. We actually filmed two videos today with Hiromichi and we're excited to upload them soon on our YouTube. Also sorry for the background noises. Our neighbor is doing his daily work and hopefully he's blessed today. Yeah, comment down below and thank you guys so much for watching. Check out our YouTube, check out more of our Instagram stuff here, and stay tuned for updates on the semester. God bless you guys. Bye bye.